はい、こんにちは。ちょっとごめんなさい。今日は時間がないんで、普通にただ真面目に喋るだけの動画です。はい。で、チョコスモのヨハンさんが脱退して、まあ、ジョン・レオンさんがヨハンさんをいじめたんじゃないかっていうことで話題になってますが、で、チョコスモさんがですね、さっき、新作動画を出しました。はい。で、どういう内容かというとですね、アレックス君がロレックスを買うっていうことなんですけど、まあ、中身を言ってしまうと、まあ、ジョン・レオンさんが117万円使って、アレックス君に誕生日プレゼントを買ってあげるということでした。はい。で、あとですね、チャンネルアイコンも、ヨハンさんが脱退した時に4人から3人のものに変えて批判されてましたが、まあ、これもですね、またさらにチャンネルアイコンを変えて、イラストのようなものに変わっていました。はい。で、まあ、僕が思ったのはですね、まあ、まずチャンネルアイコンを変えたっていうのは、まあ、批判に対応するためっていうことで、まあ、ジョン・レノさんが、こう、117万円、大金を使ったっていうのも、なんか、みそぎ的な意味合いがあるのかなと、まあ、僕は感じました。ただですね、逆に言ってしまうと、まあ、このチョコスモさんの、今回の動画によって、まあ、ヨハンさんとその他のメンバーの関係がやはりうまくいってないっていうことなのかなっていうふうに思いました。はい。なんでかっていうと、まあ、今回のチョコスモさんに対する批判を鎮める一番の方法って、まあ、ヨハンさんが直接何かしらメッセージを発して、まあ、いじめなどはないだとか、まあ、人間関係は問題ないみたいなことをですね、直接発信するのが一番効果的だと思うんですが、まあ、そういったものは今のところなく、まあ、新しい動画をアップして、まあ、その動画の内容も、まあ、批判に対応したような企画なのかなっていう印象を受けたんで、これはむしろですね、まあ、いじめが実際にあったかどうかっていうところまでは僕もはっきりわからないし、まあ、いじめとまでこう断定してしまうのはちょっと極端すぎるかなと思うんですが、まあ、ただですね、人間関係に何かしらのもつれがあったんじゃないかっていう疑念はですね、まあ、ますます深まったんじゃないかなと思います。はい。それだけです。ちょっと次回はですね、ちょっと変な動画撮りたいと思います。ごめんなさい。さようなら。